ザラストシンポジウムコメコメクラブラストライブイン東京ドームはコメコメクラブのライブアルバム発売元はソニーレコーズコメコメクラブザラストシンポジウム公演が行われた東京ドーム同年3月5日3月6日の2日間に東京ドームで行われたコメコメクラブの解散コンサートザラストシンポジウムの公演を3枚の CD に190分に 渡り収録したコメコメ発のライブアルバム、10万枚限定で発売、スペシャルボックスパッケージ仕様で豪華フォトブック付属。このライブはラストということもあり、当時のメンバー17人プラス1995年に脱退したギターのジョプリンとクノー、ドラムの両 J が全編にわたって参加、初期に脱退したギターの博多めぐみ、パーカッションの丸、ダンサーチーム、 シュークリーム種の里見が一部の曲で参加した。実際のステージは本編がたった2曲で終了するという前代未聞の内容であったが、ボーナスショータイムが2時間以上続くという最後までエンターテインメント精神あふれるステージとなった。ちなみに入場者数も44,444 44人が2公演で88,888 88人と、 蜂にこだわった米米らしい演出を徹底させている。ごきげんよう。パーリーナイでは、入場者に配布された白いハンカチがドーム中を待った。代表曲のモーラは、もちろん、カールスモーキー・イシーの小芝居、BHB とスークリームスーの、角、コーナー、JO 登場と、山本リンダのカバー、そして、シェイクヒップでのフィナーレと、米米の集大成と呼んでも差し支えがないと思われる。 ステージであった。イントロダクション、みんなよっといで、ワンダブル解散で、いごきげんようパーリナイ、ボーナスショータイム愛のオーマジックチクバポップスメドレーの、テーマ一筋になれない君がいるだけで、ロマン飛行ホテル唇ニュースタイルスタイリッシュ、ウーマン SO クールホクシー危険な恋をいよいよい、マドロスサンデット OR アライブ恋はメキメキビューティフル。 デラックスプラムジュースショックショック大ショック愛して、バタフライ JO 登場の、テーマ微熱少年ドームシンポスペシャルラブは、危ない。狂わせたいの嫁津波カナダからの手紙ダンシング、オールナイト愛は、不思議さアイキャンビー屋体のレディーキラー抱きしめたいジ、人ン,ジンさせて、シュアドンスコメコメ王うに求まらないなんですかこれは、何でもいいんじゃないのなんちゅうこと言うのファンク藤山油。 カダブラオ、ベイゴット、ピー・ピング、トムカッチョイ、ジャスト、ユー・チャイルズ・デイズ・メモリー、シェイク・ヒップ。ありがとうございます。